パパママおはようございます。今日は何から始めよう。テーブルの上のミルクこぼしたらママの声が聞こえてくるから。ということで、どうもやっていきます、私です。おはようございます。おはようございますね。ちょっと朝早い時間にやっております。いやー、ちょっと間が空いちゃったかな。今日6月16日ですって。6月号が2週間分ぐらいやらないと。ということで、ちょっと巻き巻きで、巻かないけど、サクッと取ってパクッとあげます。サクッとあげます。やばい、このままじゃあげるタイミングないなと思ったんでね、朝の間から取って、ささっとエンコードして、朝のうちにあげてっていう、そういう風な土曜日を過ごそうと思っています。怪我人が2人もいる。ちょっと間が空くとすっかり忘れちゃうね。でもなんでオバンド調節させてんの？そうだ、こうだあげよう。ブランデンは別に燃焼させなくてもいいよな。こんなもんでしょうな。本当に勝ちに行くなら全員調整にした方がいいのよ。全員調整にした方が。さすがにそれはどうだろうって思うよね。本当、調整の効果ってどうなんだろうな。6.89 だが、調整させ続けてるこの今関は。リセットしていいか、もうこれは。リセットしていいんじゃないか。これはリセットしていいんじゃないか。一応今持ってるな。今は持ってる。坪井怪我はちょっと、これは暗雲立ち込めますよ。おっと、携帯が。携帯の目覚ましが。どんな実況だ。パパママおはようございますっていうことですね。前半だけどちゃんと経営はした？前回経営して終わった？この辺が あやふやになる。大事なのはちゃんとグッズをね、ちゃんとグッズを開発してるね、こりゃしてるね、こりゃ。お金もない。よし、行こう。時間だけはしっかり測りつつ、現実の方はハムはまあ、あのね、2位につけて、ここになると重くなるな。なんだろう、ハムはね、絶賛2位につけて、いい感じの位置にはいますが、どうだこれ。打順とか全部入れ替わっちゃってんな。 DH 西本を使うぐらいだったら DH 西本を使うぐらいだったら DH オバンドを上田に変え、違う、守備どっちが上なんだ。ブランデンを上田に変えて、西本をブランデンに変えて、上田を一番下に変えて、こうかな。清宮は4番、3番は小笠原、4番は清宮、3番は小笠原、ブランデン、新庄1番で使いたいぐらい打ってるな。まあこんなとこでしょうな。左右か。まあ、いいか、右左右か。こっちかな。まあこんなとこで。センターは新庄、レフトオバンド、ライト上だ。うん、これをしばらく覚えないと。強い。清宮9号打ってる。打順の組み替えが成功ですね。
ブランデンがすごいな。このブランデン手放すことになると考えると、お、黒木、黒木だ黒木。さあ今のもう一回思い出して。時間がもったいなさすぎる。もったいなさすぎるな。石本上田。違う。ブランデンを上田。石本をブランデン。打順は上田を一番下にしつつ、3番小笠原、4番清宮、1番新庄を入れて、5番堂は5番。これで良いでしょう。上がめっちゃ詰まってるな。上がめっちゃ詰まってる。常に2勝1敗ぐらいのペースじゃないとこのままでは厳しい。試合数も少ない。あともう 3週ぐらいはぶっ飛ばしていくから。テレテテレテレレ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 。いやー、ちょっと35歳をもらってもな。いいけどな、取ったら絶対活躍するけどな。これぐらいのピッチャーだったら加藤慎一。しかし受けられない。5番堂を手放すのは今のうちの球団的には厳しい。残念だが5番堂は取れない。ちょっと多分1ヶ月も坪井がいないからな。しっかり打順を組んどかないと。ブランデン上田を石本をブランデン。打順はこことここを入れ替えて、清宮と奈良原はそのまま、清宮は4番、新庄1番、新庄、金子、小笠原とブランデン、どっちがどうだ。これでいいでしょ。ブランデン下すぎるかな。まあブランデン下だから多分伸び伸びと振ってんでしょ、適当に。守備は OK、これでしばらく立山長所徐々に落としている。呼吸技術に関しては問題ない。よし、5。たたっていくよ。バーバッといくよ。バーバッと。バーバッといくよ。負けられん。めっちゃ負けられんけど、頼りの綱の岩本が。今関なんか投げさせられんぞ。正味豊田。おお。やっぱ投手が薄いよな、こう見ると。うん、関根。いや、負けたくないが、よし、拾った、なんとか拾った。新庄の活躍が大きい。まあ良いでしょう。朝の時間になるとな、朝の時間に実況を撮ってると侵入者が入ってこんとも限らんという、そういう怖さがある。そういう怖さがありますね。中央周囲を走っている。ボーリックがすごいな、めちゃめちゃ当たってるな。
まあ岩本になんとか水を飲もう。喉がいがらっぽい。なんか朝起きたら全然布団がかかってなくて、寒って感じで起きたから、ちょっとそれであれなんだと思う。ちょっと風邪っぽくなってね、頭痛いもんね、なんかね頭痛いのにその体をに鞭打って実況を撮っております。実況者の鏡、少し落としてもいいから、やっぱ犠牲になるピッチャー必要なのかな。犠牲ピッチャー生駒が勝っている。生駒がいい仕事をしている。でこの文を投げさせて、スリリングですね。岩本で最後取りに行く。一郎にホームラン打たれてる。一郎に2点タイムリー打たれてる。2勝1敗ペースじゃダメなんだ。次の試合で見ながら行きます。試合に口出ししながら行きます。試合に口出しした方がね、勝てる確率は高いんだよね。できる限りそっちを駆使していきたいところだな。一郎ここにつけてるからね。なんとかね、松坂と対戦したい。松坂対戦会が欲しい。できること特になし。いや、犠牲ピッチャー作ろう。今シーズンの犠牲となってくれるピッチャーを作ろう。犠牲となるにもある程度の実力が必要。岩本も豊田も関根もみんな同い年か。文かな。この人別に勝てるわけじゃないんだよな。防御率豊田だ。豊田を犠牲にしよう。豊田を犠牲にしよう。うちのチームは豊田を犠牲にして勝っていく。そういうチームだ。そういうチームにしていく。特に変わり映えはしないね。特に変わり映えはしてない。金子誠が、じゃあ田中健介がもうちょっとな、もうちょっと打力に自信があればないいんだけどな。恐ろしい、末恐ろしい。まあみんな悪くないけど、坪井の抜けた穴が大きすぎる。早く坪井帰ってきてくれ。坪井が帰ってきて、坪井の代わりが上田ですからね。そういうとこ。豊田を最初に投げさせていいかな。よし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 。今最下位なんだな、ホークス。そりゃ勝たんと。信頼できんのんだが。こいつ11被安打2本、信頼できないんだが。これは取って失敗だったかもしれないですね。これは取ってガンチャソ、うちのエースはガンチャソ。勝ちに行くこの試合。さあ皆さん一緒に見ていきましょう。14分からですから、6分ぐらいで終わるとベスト。まあ20分で動画を終わらせるのは厳しいんじゃないかなというふうなことを我々首脳陣は考えておりますけれども、まあ、やっていきましょう。ババーッと飛ばしていくから、ババーッと。やっぱ小笠原出塁するな。清宮3割打ってんじゃん。
十分すぎる成績を収めてはいるんだがね、本当にブーストかけるんだったらちょっといい感じの三塁手を捕まえてきて、清宮を DH にして小笠原をファーストに回すかな。そうすると完成する。いやー、外野フライでしょう。しょうがない。テレテレテレテテ、岩本いきなり1点ビハインド。ガンちゃん5番どうしつるい、なぜ走らした。監督がアホなんですね。おバンドを走らせたりするからね。これは厳しいぞ。ボロ勝ちもいいけど、ボロ勝ちも面白くないけど、ボロ負けも面白くないからな、野球ってのは。野球に限らんか、すべてのスポーツはやっぱシーソーゲームがいい。シーソーゲーム、ララ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 ラ。I'm so sweet, you so sweet。ララ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 ラ。出塁はしてんだけどな、なんだろう。とりあえず新庄の足と勝負してみるか。おっと城島。まあ勝てるな。まあ勝てる。1点入れてくんねえかな。まあそんなに甘くない。知ってる。そんなに甘くない。さあ小笠原だ。ツーストライク三振。さあ清宮だ。アウト三振。この水田なかなか良いですね。バンドを三振。すげえ、3者連続三振。ヒットもまだ1安打しか打ってない。勝てるんかこれっていうか、まあ普通に勝てんと思うけど、4者連続三振。フォアボールだけど奈良原の足で、まあ走ってみるか。衰えたとはいえ奈良原の足。あ、ちょっとスタート遅くない？セーフ。1本頼む。ここで1点取っとかんと、ちょっと終盤までいかない。厳しい。水田すごい切れてるな今日。7三振。上田義則。詰まった当たり。よし、いける。起き上がって一塁へ。ふう。で、新庄か。ファイターズ、少しでも追いつきたいところです。チャンスを生かせるか。打った。よし。二塁へ送球。ホームイン。ファイターズ、得点圏にランナー、確実に返していきたいところ。打った。外の声が聞こえてしまう。空振りストライク。ストレート。やっぱあれですね、深夜にやるべきなのかな、実況は。深夜にボソボソと落ちるな。5回前投げてもらうガンちゃんには。柴原、久保。うわ、ここで変えられんな。
さあ清宮だ。打率3割ちょうど。いやー前の回はちょっと投手交代した方が良かったな。あのランナーがバッターが柴原のところで左に変えようかなと思ったけど、いや次ここだしとかと思って変えなかったのはあの判断間違ったな。後悔が残る。うわーキャッチャーフライ。おバンドランナーを生かせるかどうか。まあ、相手も91球投げてるからね、そろそろ疲れが見えてきておかしくない。打った。きれいな。さあ、ブランデンだ。このランナーを返して、進撃と行きたいところです。カウントはノーアン。ノーアウトランナー二塁を生かせないのではこの先も厳しいぞ。とはいえ清宮にバントさせるわけにもいかなかったし、ノーアウトランナー二塁でバントなんていう、うわーなんかおほほ、ここで代打を送れない選手層の薄さよな。いやどうする、実態どうする。代打送れないですね。ファーストストライク2ボール。センターフライでしょ。苦戦してますね。いやあのとりあえずイニング稼いでもらおう。桜井右左まあ桜井はハマったな。よしよし、ここは得点チャンスはないはず。野口、上田、新庄がまあかろうじてもしかしたら塁に出るかなっていうぐらい。アウト三振。桜井2イニング目ちょっといい感じ。ホームラン打たれたぞ。矢野にスイッチ。ここが唯一のチャンス。清宮が1本ヒットをオバンドをセカンドゴロ。うむ。敗戦処理みたいなピッチャー繰り出してんな。思えば。調子を落としている、と言われる立山はないとし、マシンガン系統だな。こんなにはまらん日があるか。こんなにはまらん日が。最後の打者野口が打ち取られる。お、藤井正雄じゃん。この方途中でなんかシーズン中に亡くなってから一時期シーズンあのホーク大英ホークスがなんかね喪章をつけたりなんかして試合してたような気がするぞ。藤井正夫でもなんかいい投手なんだね。ヒットだ、アウトだ。負けた。最下位のホークスに1勝2敗ではな、消化不良ですね。くそー負けた。
山本は誤算だったな。まあ後悔先に立たず。今回全然勝ってないぞ。全然勝ってない。テレレ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 ほーほん。オールスターファン投票の途中経過、岩本がガンちゃんが松坂に勝てる可能性がある。この松坂があれですからね、今オールスターで1位になろうかとなろうかとしてるからね。今年なんてうちから誰だろうな。新庄バンドはいけそうだな。金子誠新庄バンド、小笠原をサードで出しファースサードで出してるんだけど入ってくんないね。なんでだろう。サードコンバートしたのになな。てか清宮もうオールスター出られんじゃんこれじゃ。特に動きなしということで今日ここまでしますかね。今日ここまでします。なんかあんまりシャキッとした回にならなかったな。シャキッとした回、まあそんな日もあります。ほんなまた次のね、次の清宮シリーズ第20弾でお会いしましょう。20弾ではきっと何か、そう、坪井が帰ってくるっていうことはあるかも。それはないな、1ヶ月だもんな。まだ坪井帰ってないな。まだ暗黒を漂ってるかもしれない。ほなまた。あ、ほなまたって言ったのね。てれれ、てれれ、てれれれれれれ。このボールのキコキコしてるのを見ながら、キコキコしてるのを見ながら、玉乗りアザラシじゃねえ、ちょうちんあんこ、ほなまた。